はい、レンドの坊でーす。はい、今日ですね、こちらですね、助手席のパワーウィンドウスイッチの LED 使いに関する基板到達までのばらし方をね、お伝えしたいと思います。では早速やっていきますけども、今回ね、内張りを外す必要はありませんので、簡単に作業できると思いますので、やっていきましょう。はい、運転席の時でもね、簡単に説明したんですけども、助手席も同様ですね、ここの中にね、蓋がありますので、このプラスネジを外します。で、あとは、ここですね、この隙間に、内張り外しを入れてもらうと、このスイッチのカバーですね、木目調のカバーがガバッと外れるという感じになりますね。では実際に外していきましょう。はい、それではここのね、ネジを外していきます。はい、こういうネジが入ってますね。はい、こういうふうにね、あとは内張り外しを入れていただいて、はい、これですね、爪が2箇所、これで引っかかってるだけですね。であと底のネジですね、先ほど外したプラスネジで外れます。はい、では次ここね、内張り外しをここにこういう風に入れてもらって、あとは横にスライドさせながらパキッと外します。で裏にね、コネクターが1本ありますので外します。はい、これでね、外れました。はい、それではですね、こちらの基板をね、外していくんですけども、まず裏を見ていただくとですね、こういった白い土台がありますんで、このね、裏側に基板がついてますんで、これを外していきます。外し方なんですけども、ちょっと隙間に見えますかね。この白いのはちょっと見えてると思いますけども、こちらも、これですね、隙間。これが、爪で引っかかってるだけなんで、これをね、解除していきます。これはもう、精密ドライバーとかでこじていけば、要はこのくぼみに入ってる白い爪を解除するだけなんで、特に難しさはありませんが、いつものごとく時間がかかるかな、でもないですね。でちなみにですね、このスイッチね、2列目のドアのウィンドウスイッチありますよね。そちらと全く形状一緒なんで、できればね、まあ今度またスライドドアの方もやろうかなとは思うんですけども、あえてねスライドドアのスイッチはちょっと省略させていただこうかなと思います。っていうのは、スライドドアの内張りの外し方も動画でアップしてますし、今回のね、説明で多分ね、打ち替え方が分かると思いますんで、それで、参考にしていただければいいと思いますんでね、スライドドアの打ち替え その LED の基板の出し方に関してはちょっとなしていこうかなと思います。もしリクエストがあればねやりますけどもね、こうやってやる間になかなか外れないですね。まあ、爪外すだけなんですけどね、まあ、毎回のごとくね、一箇所爪外して、次の爪外そうと思うと、最初外してたところがね、解除されてたのが、またロックかかるというね、負のスパイラルに入りますね。だから、まあ、スライドドアに関してはね、一応説明欄にね、リンク貼っておきますので、そのスライドドアの外し方、内張りの外し方と、で今回のね、動画を参考にしていただければ、スライドドアも同時に、まあっていう感じですね。よし、こっちから出します。出ます。で、来い。よいしょ。もう今、スマホ見ながら笑ってる方、一言じゃないですよ。自分も、同じ気持ちになりますんで、覚悟しておいてください。本当にね、もうこいつらだけはほんまに。まあ、単純な構造がゆえに、ね、ちょっと、もうちょっとなんとかなるのかなっていうのが、ありますけどね。ね、こうやってパチって言うでしょう。これでね、また、あこれでね、リセットされるんですよね。今までの苦労がね。はい。
きますよ。よし。わかったぞ。コツわかった。オッケー。さあ、来い。来た。来た。はい。始めましたね。でね、中にこれね、ちょっと金具が入ってるんですけど、これね、要は、ウィンドウスイッチのあれですね。これ。今動いてますよね。パワーウィンドウの上げる下げるのスイッチに連動してますので、ここに接点がありますんで、それで多分ね、電気の流れ方を変えてるのかなと思いますね。はい、基板の方ですね。基板の方をね、こちら。前回やったね、裏技でやっております。これですね。これが LED ですけども、この本来ですね、砲弾の LED がここにね、もこっと山のようにくっついてますんで、それをね、足をカットして、こうカットして、で、その先端に、LED ですね、ハンダを持っていただいて LED をくっつけると。で、今回ね、3216のね、LED をね、皆さんにお勧めしますので、足が2本出てますんでね、その爪に、この切った足の上に持ったハンダにくっつける感じなんで、全然、簡単にくっつきます。で、今回はこれ、ちょっともう一回り大きい LED 使ってますけども、別に、大きいからといって明るいわけではありませんので、そこ勘違いなさらないでくださいね。はい、ではね、プラスマイナスの見分け方ですけども、目印としてはですね、ここの黒いやつですね。この黒い何かわからないですけど、物体がありますけど、これを基準に見てもらって、遠い方ですね。こちら側がマイナス、ね、近い方がプラスですね。こちらをハンダ付けしていただければいいかなと思います。まあ、ハンダ付けに関してはね、もう皆さんだいぶ慣れてきたと思いますんで、この橋渡しのね、技を使うことによって、今回の打ち替えシリーズね、チップ LED で全て打ち替えてきますんで、まあ、あと、スライドドアのね、方も同じような、これ全く同じものが付いてますので、同じ作業をしていただければいいかなと思います。はい、ということで今回ですね、パワーウィンドウのドアスイッチの基板のバラし方と基板到達までのやり方ですね、そちらをお伝えしました。で、今回注意点ね、2点ありますんでお伝えしておきますね。で、これですね、このドアスイッチの中にね、パワーウィンドウのそのスイッチに連動するというか、まあ、接点ですね、これを動かすとこういう風に動くんですけど、この位置で多分ね、パワーウィンドウが動くと思います。で、こういう風に今見ていただいたようにね、簡単に外れるというかね、これただ単に レールに乗っかってるだけなんで、外れちゃいますんで、まあ、これがね、なくならないようにっていうのが注意点ですね。これ基板外す勢いでポーンって飛んでいったりとかしますんで、これがあるということだけね、覚えておいてください。で、次ですね、次基板側の注意点なんですけども、まあ、これは前回ね、やったやつと同じなんですけども、チップ LED でやっております。純正はですね、砲弾の LED ですね。ボケをしますね。はい。まあ、こういう風に橋渡ししてる状態ですね。わかりますかね。純正の足に、まあ、本来このチップが付いてるところはですね、砲弾の丸い LED が付いてますけども、LED の根元からニッパーでカットしていただいて、できるだけね、足を残していただいて、その足の先端にハンダを軽く乗っけておきます。で、その乗っけたハンダを溶かしつつ、チップ LED を近づけていくとくっつくという形になりますんで、こういう風に橋渡しすれば、発光しますんで、これでね、砲弾 LED を買う必要もありませんので、無駄なお金を使わなくていいということになりますね。で、この LED はですね、皆さんにお勧めしている LED よりワンサイズ、大きいサイズなので、またちょっと見た目が違うじゃないかっていうこともあると思いますんで、補足しておきますけど、これはね、もともと私、最初知識がなかった頃に持ってた LED を使用してますので、これでやってますけども、皆さんに今お伝えしている3216っていうチップはですね、横に、足が出てますので、さらにこれね、やりやすいと思います。ハンダ付けがね。で、この今使ってる、落としちゃった。すいません。今使ってるね、LED に関しては、あそこの面にしかね、接点がありませんので、ちょっとね、接触不良が結構起こしやすいです。ちょっと橋渡しになってるのがわかると思いますけどね。まあ、決してね、綺麗な状態ではありません。これ本当にね、まあ、最初の全然知識がない時にやった状態でもこういうことができますんで、皆さんもね、自信持ってやっていただければいいと思います。はい、今回ね、運転席のドアスイッチのバラし方で、基板到達までをお伝えしました。参考となったと思われ方、高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ツイッターの DM もね、まだまだ募集してますので、ぜひね、アカウントお持ちの方フォローの方お願いいたします。
で、DM ね、どんどん来てますけども、できれば DM いただいた方、DM を送信したその文面ですね、そのままコピーして、ね、YouTube のね、コメント欄にも同じような質問を貼ってください。ね、そうすることによってね、同じ悩みを持った方、同じ疑問を持った方が、そのコメント欄のやりとりを見たことによって解決することが多々ありますんで、まあそうすることによってね、動画のそのね、クオリティっていうのもどんどん高くなっていきますし、まあ私の DM をね、お返しするっていう作業もありますので、まあできればね、DM いただくのは構わないんですけども、いただいた方に関しては、コメント欄でも同じ内容をね、質問するような形で、まあ公開ですね、公開の、Q&A みたいな感じにしておきたいので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。